私が痛感した関西男と東京男の違い。東京都大田区ゆきさんの私が痛感した関西男と東京男の違い。東京出身の男性は、そういえばもうすぐあや誕生日だよね。え、覚えててくれたの？なんか欲しいものあったら遠慮せず言ってね。うん、ありがとう。誕生日プレゼントに欲しいものを聞いてくれるが、決まったら言ってね。関西出身の男性は、そう、今月誕生日やってんな。うん、なんか欲しいもある？欲しいものを聞いた後、本当？あ、いや3万までやで、ね、と予算を設定してくること。東京都中野区ペペ丸さんの私が痛感した関西男と東京男の違い。じゃあとりあえず飲み物頼んじゃっていい？飲み会で、はい、すいません。お伺いします。ビールで。私もビール。あ、俺もビールで。カシスウーロンで。私だけビール以外の注文をすると、ねえかなちゃん、東京出身の男性は、お酒弱かったら無理しないでねと心配してくれるが、飲み物決まった、うん、注文して。関西出身の男性は、はい、お待たせしました。ビール。私も。俺もビールで。カシスウーロンで。ビールちゃうんかいと突っ込んでくること。そこはビールやで。ということで、私が痛感した関西男と東京男の違い。